田舎会です。今日はですね、キャンプ行きたいと思います。石垣市にあります、中畑ファミリー中畑森林ファミリー園かな。そこね、1週間ぐらいちょっと前に監督さんのまあ動画見させていただきまして、すごく良さそうな感じだったんで ね、寒い私たちはテントを普段から張らないんでね、ロッジかコテージ、ね、格安がであるみたいなんでね、そこだったらなんとか行けるかと、はい、まあ出てきてます。初めての1月のキャンプ、初めての1月のキャンプ、まあ寒いんでしょうけどね、まだ今日はマシなんかな、天気予報的には。まあね、なるだけ、風邪ひかんように楽しみたいと思いますなんじゃ皮下脂肪は多いんですけど寒がりですから。はいね、着きました。こっからね、右に入っていくみたいです。パンパンがあるから、右方向でお出かけ、ね、一旦の航空機内に上がって同行してください。入り口の道、まあ、ここがちょっと、まあ、ちょっと狭いというか、アスファルトちゃんと引いてくれてる。雨降ってたかな、ここにゲートがありますね。予約してます。コテージ B、 はい、はい、これかここかどっちか、まあ、坂道かどっか、こっち、こっち、あ、ここか、わあ、すごいな。あ、でも足は崩れるようなこと言ってますね。明日朝から崩れます？いや、明日夕方ぐらいからなっちゃうかな、天気。わかるけどね。初めて。初めてです。じゃあこれまだ1枚読んどいてください。チェックアウトは10時で。はい。巻きがこれか。一束これぐらい。原木図に300円。長いな。すごい。もう分かりました。結構急やな、これ、左の方に道行ったらいいけど、緩やかい で巻き買ったんですけどね、そこに置いてんねんけど、あそこ邪魔なっとんのね、とんのにあるんやけど片付けなあかんのに邪魔せんのよ。いしょ、はい、この道ね、車1台分な、大きい車ですか、クラウンとかあったんですよ、軽ですってアホな、大丈夫。これが A、 これが A、 B、 C ってめっちゃ上、もしかして C だけ駐車場が歩いとってんの、あ、ここが回られへんとか、いや、わからん、駐車場どこ行き過ぎた過ぎたんじゃん、わかりにくいな、まあ、これは大きい車やったらちょっと怖いなあ、これ脱輪したら終わりやからな、これ、うん、ちょっと気ぃつけな感じよね、あれ行
き過ぎたんちゃう。行き過ぎた。駐車場どれやってん。あ、こっちか。本心やな、うん。荷物は前の道路で止めて降ろしてもいいっていうことなんで、コテージは3つあるんですけど、C の方だけ日差しがちょっと前にせり出してるので、明日の朝はちょっと雨降るかもしれないんで、C どうですかって言って管理人さんが勧めていただいたので、C にしました。室内ですけど、電気ついてますし、窓も、2箇所。で、嬉しいのが、コンセントも2口。で、ちゃんとテーブルも置いてくれてました。はい。これね、駐車場がね、3台ほどあるんですよ。で、まあ荷物、搬入の時に取るのは狭い道だけしかないので、ぐるーっと上回って降りてきて、今そこ今日の、ロッジですけども、で、そこまでに続く道があるのでね、ここに車止めときます。セッティング大体終わったんですよ。まあ前にタープ立てる必要性はなかったんですけども、一応大きさをね、スペース比較するためにね、立ててみました。3メーター×3メーターのクイックキャンプのタープ、スクリーンタープですね。これを前にね、つけることができます。で、前にこの大きな、ここの C は前に大きな石があるんでね、この辺にはちょっと立てれないんで、前に立てましたけどね。一応ね、下はね、土なんで、ペグは十分、ホームセンターペグですけども、打てましたんでね。まあね、下はこの辺ね、岩が多いんですけどね。なしか斜面の部分ですんで、上はここどんどん上がっていく感じですけど。このね、スクリーンタープのちょうど前に、これ焚き火台というかね、あります。備え付けのね。で、まあ大きな、ごとくというか網があるんですけどね。それを上に乗っけて使うみたいです。だからちょっと炭火でね、なんかしたい場合はね、やっぱり別に網を持ってきてやらないと、目が大きすぎますんで、そのままなんかやることは無理ですね。で、結構スペース的に広いんでね、薪は買ってきましたけども、その辺に落ちてる、まあ、木使ってやってもらってもいいですよっていうことで、一回りしてきた程度ですけど、まあ、これぐらいはすぐ集まりましたんでね。まあ最初のね、火付けにはね、十分かなと。まあ中はね、6畳程度なんで、まあ、中もすごく綺麗です。床もフローリング、まあ当然そうなんですけど、全部木でできてますから、綺麗です。で、街灯もね、ついてますし、夜間もね、ちょっと、ここの前でやっても、まあ多少暗くはないかもしれませんね。まあこれ中ですけどね。夏場使うときには、両サイドに窓があるわけじゃないんで、風の抜け方がちょっとどうかなと思いますけども。まあ逆に冬場はあったかいかもしれませんね。寝袋とか、用意して。これ温度計は最初からついてた。ついてた。13度。はい。気密性がどれぐらいなのかわかりませんけど、今日はヒーター持ってきてますんで、まあ問題ないかなと思ってます。でね、スクリーンタープはね、後ろの方は確かにね、ちょっと斜面でね、ペグが打ちにくかったんですけど、まあなんとか普通にいつもの感じでできてます。でね、ここにもともとこの木の椅子があったんですよね。これ今テーブル側にちょっと中入れて使ってます。今日は人は少ないんで、まあ落ち着いてゆっくり楽しみたいと思います。電源ついてロッジで2000円ってすごくない？ すごいな2040円ほんまやな、うん、景色の抜けがいいね、うん、ただ予約は、うん、あれやね、西脇市の市役所の観光課に平日に予約の電話入れなかった、うん、あはははあ前日とかはダメで多分数日前、うん、3、4日前までには連絡くださいっていうこと、うん、で管理人さんは夜帰るから、はいはい、
あの門のところお風呂とか夜行く時は、うん、あのやっぱり獣系が入ってくるので開け閉め自分でしてくださいって言って、あはは、うん、あれなんか水地場が言ってたよな、水、トイレと水地場水が、そうやね、水問題凍結の可能性があるからかな、うんうん、あれはだからあのトイレの方の水もきれいで水地場に出るのと同じなので、うん、あの水がいる場合はそっちから取ってくださいって言って、トイレの方だけ凍結しないように、うんうんうん、あやってるから温水の、うん、流してるって言ってはった。サイトには水場がないのでちょっと水を汲みに来ました。冬場は出ないって言ってたけど、あ、出る。凍結して出ない場合はトイレの方の温水を流しているところを使ってください。真正面なんですけど、では行きます。お着物の焚き火ですこれ火が届けないんだ入れすぎたか、うん、ついたかな。着火剤でね着火させました。これ前にねゴロゴロっとこの教師隊があったんでね前に教師隊、うん、そんな名前あったん、この子。え、圧力試験とかするときに使うねん、コンクリートの。圧縮、圧縮力上がったりするときに使うから。これ嬉しいね、うん、枝いっぱい使わせてもらう。うん。なんかあの、あっち側のテントの横の奥の方にね、伐採したやつがいっぱいあって、うん、乾いてるから大丈夫ですよってさっき言われたやつ。使ってください。はい。乾いてんのか。はい、もうこの中の隅っこの方に寄せといてくれたら、うん、いいですよって言ったんだよね、うん、そう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 、うん、まあ水かけるよりね全部燃やし切った方がいいんでね、うん、こんだけこうしっかり囲ってくれとったら安心やな、うん、あと寝る前とかもさ、うんうん、風向きはね下から上がってくるような感じ今は、うんうん、だから自分らの手前の方にあったかい風が来る感じでねちょうどいいんですけどね、なかなか焚き火がついてくれない、乾燥してないみたいなまあいいか、とりあえずね昼します。まあご飯ね食べようかなと思って、まあ、味噌汁とかねこういうレトルトのやつか、うんうん、持ってきてるんで、うん、朝食セットみたいな感じだけど、朝食セットみたいな、ね、うん、食べていこうかなと、目玉焼き焼きます。うん、塩コショウは全部入ってる。よし。うわ、なんかこの穴大きいな。どさっと出そうやな。もこみちさん。モコズキッチンか。あれ終わった。終わったもう。な。よし。はい、お茶どうぞ。あ、ありがとう。私も。はい。お茶、日本茶。うん。豆腐と。わかめ。わかめと思うの。思うのけど。いや、でもあの、車中泊は寒いくてしんどいけど。これ、ええな、これやったら。ロッチ泊ね。ロッチ泊はいいな、やっぱり。さっきのロッチ泊、2人で行ったらどこも高いねんな。
値段が、うん、やっぱり4人ファミリーで行って4等分したらまあそこそこ値段で泊まれるとこ多いけど、うん、2人で行ったらすごい額になるな。1万超えが普通やもんな。これこのまま冷めるからさ、そのままで。いい感じ。はい、半熟かな、まだすごい。ちょっと待って、ちょっと待って。うん。半熟熟。うん、よいしょ。湯煎で温めました。よいしょ。今日はあの行きに買い物せんと全部家から持ってきたのね。うん、すごいね。シェラバカップ上手やんか。中年大好きね。うん。100均のシェラカップ。いやな、これは。え？これ、うん、そっちはな。100均のシェラカップ2つと。うん。キャプテンスタックのシェラカップ2つ。うん、で、砂糖のご飯。砂糖のご飯。もうそのままね、いきます、ね、これで。と、お味噌汁。うん。と、はい、こんな感じ。それと、オープンしますか。はい、オープン。大丈夫？熱くない？熱いわ。はい、オープン。目玉焼き、多分中半熟ですよ。わあ、私が好きな感じ、うん、食べましょう。ではいただきます。いただきます。はい、煮物いってみようか。煮物温まってなかったらもう一回、うん、そこ乗せるね。芋、どう？いただきます。こういうの、うん、こういうのなんて昔食べんかったもんな。うん、うまいな。おいしい、うん、味噌汁ちょっと飲むね。椎茸、ご飯ちょっとしっかり味付いてあげようか。うん、多い？いやいや、さ、食べ出して残したら、うん、じゃあ目玉焼きいってみよう。温まってる煮物。うん、どうですか。いい、うん、これこれこれ、うん、この裏側のこの焦げ、これが美味しいんや。美味しいね。うん、あ、うん、美味しい。この煮物のレトルトパックあれやね、うん、色落ちるけどしっかり味染みてるね。そやな、うん、美味しいや、うん、こんだけで198円してる。まあお惣菜、うん、年取ったらこんなんもうまいこと活用せなあかんねやろうな、うん、でもこんなん嫌いやったわ、もう子供の頃こんなんできた、今日これかと。ああ、年取って分かる味やな。うん、おと違うけど、ここだってあっ、にんじん、テント張る方なんて500円やって。格安やん。うまい。何がいいって車で来るのも道が、うん、ねえ、そんな山道ぐるぐるぐるもないし。そうやな。でお気に入りのあの、うん、お風呂屋さんの神戸の湯、うん、あそこ行けるな、うん、お値段安い割には綺麗な畳敷きの、うん、それに前にあのコインランドリーあるから、キャンピングカーが俺が泊まってたの見たときに、ああそうやな、洗濯物のとこはできるなと思って。うんうん、なるほど。うん、ああやっぱ保温マグやったらええわ。冷めや、熱いの、うん、今までのあの薄い熱やったらすぐ冷めとったけど、うん、ちょっと貸してね。味噌汁温め直そうか。ん、飲んでる？大丈夫。飲んでる。今シェラカップってすごいよな。うん、便利やな。やっぱり便利やな。うん、どうってまあ意味があって、うん、その形状、みんな人気になるんやろうけど、うん、
これは必要やでって、うん、まあうちらも遠回りしながらあんまりお金をかけずに自分らの必要なもんだけちょっとずつやっぱり増えていってるもんな、うん、確かに。でもあの買い替えたやつはあのチェンジはしてるから。ああそうやな、うん、食器とかさ、うん、使わないクッカーとか使わないようになったやつは処分していくようにしてるから、うん、あの角型クッカーはもうほんま思いっきり使ったから、うん、そこがベゴベゴになってたからもうあそこまで使ったらいいでしょうやっぱり、うん、使い切ったって、うん、このスクおいしい。このスクリーンタープだってもう3年目いつまで3年目やね、うん、あ4年目5年目じゃない5年目か。分かる。一応ところどころまだ網戸がちょっと穴開いたりしてきてるけどまあ雨以外はしのげてるもんな、うん、雨は多分染み込んでくると思うけども、うん、去年の春で霧雨の時に縫い目の穴からちょっとポチョポチョと落ち出してたから、うん、あ難点はな長さが長いやな収納した時の。だからイプサムの時には横にバーンと詰めたけどウェイクの横幅やったら1m40じゃ無理なんやな。同じぐらい 1m40 ぐらいあるから、うん、で立ててつまらない。でもそこでウェイクのええとこか背が高いから立てても詰めるん、うんうん、やっとね着きましたよ。こういう囲った場合はやっぱ手前で引き付けせなあかんのかな。そうせんと空気が入りにくいんでしょうかね。初めてやったんでほんまの囲いがあると思うんで、なかなかまだまだど素人です。おやつにしたいと思います。今日のおやつはメガマシュマロ。すごいな、でっかいなそれ、うん、これね、うん、よくある100均のダイソーでね、うん、初めて見たね、うん、大きいマシュマロで6個入りやねんけど、なんかすごいな、でっかい、すごい大きい、ね、なんか横から見たら包帯に見えるほんとほんと、スマホ比較、うん、すごいな、うん、まあ表面これ切り目やからや、ここでいこう、ぼちこぼちこで、これさ、大きいマシュマロってさ、うん、カルディとかさ、輸入雑貨の店にも売ってんだけど、すごいあの量が多いのよね。あだから6個入りってちょうどよくない？せやな。くり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 回して、あのバームクーヘンあんな感じやなやった、はい、失敗。焦がした焦がした、あかん だんだん黒マシュマロになって、うまい、あかん、炎上の仕方が早いな、ネック。そこは、え、そこ、うん、もう焦げてるわ。もうええか、食べてみる。うん、うん、じゃあいただきます。はい、どうぞ。うん、とろけてるやん。うん、チョコがまだ出てけへんで、うん、チョコは入ってませんよこれ。あ、入ってないの？これはあ、チョコフォンデュって書いてあるんだ。ほらね、うん、最近さ、その説明を正しく読めないのがひどすぎるよね。そうやな、うん、イケアの全粒粉クラッカー、うん、すごい大きいなそれ、うん、これがまあ日本人のお口に合わない感じ、ね、全粒粉美味しくないもん、ゆうちゃんで、うん、じゃあ私は逆らってこっち側で行く。うん、それでやってみる。やってみるよ。で、風丸くんの方が安定してるかな。え、どうやろう、もう焼け出したら一気に焼けるからな、うんうん、色は焦げてへんで、でも全然色はね、
遠火でね、コーナーがほんのりきつね色になる、うん、角がぐらいって言うてんの。でも中にはなかなか行き着きないへんで、それじゃ。もうここ撮ってるこっちが待ち遠しくなってきた。いいって。はい。終わったもん。いけてますか。ビビりすぎかどうか。うわ。どうよ。無理やりやな。あ、でもほら。いけてる。中とろけてるほら。あ、ほんまや。あ、ほんまや。トロリンとロリンで。はい。いただきます。はい。うわ、ええ音。うん。うん、どうですか。これぐらいでいい。あ、そうな。ほぼついてないぐらいで。へえ。うん。うん。あ。よかったね。このメガマシュマロ、あんまし甘くない。うん。そう。うん、俺にしたら十分の甘さやねんけどこれ。そう。うん。あ、これ美味しいわ。そうか。うん。じゃあね、百均でね見かけたんで、もし手に入った方はね。やってみられては、うん、ダイソー、はい、食べてみる。いや、ええわそれは、うん、家から作って持ってきた甘酒あったら見てます。いただきます。うん、熱ないで、うん、美味しい。いいね、クリーミーでしょ。うん、これ酒かすだけで作るの。酒粕と砂糖とね、隠し味にちょっとスキムミルク入れてる、とまろやかな、それをね、バーミックスでガガガガッと混ぜる、で、混ぜたん持ってきたんだよ。もう作ったやつ、この最強のジップロック、ジップロックスクリューってやつ、傾けても漏れへんやつ、漏れへんな、これ同じような100均のやつは漏れるんやな、これが。そうなんや、うん。